ドスクラブ今日のジョーチャンネルで、ユーティリティの4と7番アイアンで5000円本当に楽しいもん、これジョーさんと思います。俺は本当苦痛でしかない。ジョーチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。はい、さあ今日はゲストがお越しいただいてますんで。何ゲスト？ゲスト特別にゴルフクラブとゴルフバッグさんに来ていただいております。まあ普段ね、これ本当にジョーさんが使用されてるバッグとクラブですから、まあこれちょっとね、番組でもらっていただいたんですね。そうなんですよね。そう、うん、でもう放送になってますけどもね。そうですね、ギアザルというね、ギアザルで、はい、ゴルフネットワークの番組、はい、花丸さんね、はい、あとキューピーさんとね、はい、あの又さんがやってるね、はい、俺も大好きでずっと見てるの、うん、あれね、この間出てでね、まあたまたまね、ちょっと出していただいて、はい、まあ優勝しましたからね、これいただいたというね。いいですよね、これね。まあこれね、でもワッペンも可愛いしね、うん、これね、ギアザルのね、はい、まあちょっと今日はジョーさんがどんなドライバー使ってるのかとか、いや、ちょっとそういうのは絶対見せないよ、俺。見せない？それ見せるわけないでしょ。ここに内緒だよ、持ってきたのに。でもこんなの見たってしょうがないんじゃない？いやいや、なんかこう、シャフトとかさ、グリップとか気になるじゃないですか。これもこれ、ああ、ドライバー犬これも、わっ、わっ、わっ、お腹すいたか、おで大丈夫？大丈夫って、もうそれやりだしたから俺乗って。そう、これもすごい高いんですよね、小箱。これはね、実は、うん、クラブワールドカップ、ね、はい、で、まあ、解説に行った時に、うん、まあ俺たちもう2週間ぐらい行くんだけど、はい、まあそこで、まあ、超有名なゴルフクラブがあったけど、うん、なかなか取れないんだけどね、コーディネーターの人にちょっとお願いして、うん、最終日休みだったんで、うん、そこでちょっとお願いして、でそしたらワンラウンド6万円、6万円、ほう、だけどやっぱりそこもやっぱ回りたいわけよ、うん、もう本当にツアーでね、回れるところだって、うん、でそこのねゴルフクラブで買ったんですよ。だからこれ見てよ、ここにこう、あ、本当だ、国旗がね入ってるんですよ、うん、チュートンね、うん、そうで、これ、あ、これかわいいなと思ってね、うん、あ、これなかなか日本ないからちょっとこれ買おうと思ってパッとね、うん、買ったら なんとね2万5000円。これだけで2万5000円。へえ、うん、なんかもう やめたいとも言えないしなと思ってすぐ買っちゃったっていうね。でもこれかわいいですよね。まあこれそうだ、もう鼻取れちゃったんだね。鼻取れちゃった、はい、うん、じゃあ、で、あ、いやクラブをクラブせっかく、あ、クラブ今使われてるの、まあ、ヘッドはね、うん、ブリヂストン B2、 あ、 B2 なんですね、うん、ね、あ、まあ打感が好きだからかな、ちょっと柔らかめの、うん、打感で、まあロフトは 9.5、 そう、本当はね前使ったら8とか使ってたんだけど、でも 9.5 です。8ってあんま見ないですよね。まあ8とかそうだね、うん、8なんかじゃ上がんないですよね、あんまね。まあでも上がっちゃうんだよね、ポテンシャルが違うからね。あ、それは、ああ、そういうことなんですね。そう、ああ、ポテンシャルの違いで上げちゃう。そういうことな。違うんだよ、なんかさ、武井さんの時もやったんだけどさ、そう、あれさ、あのシャフトさ、実はこっち、はい、今回の違うの、うんうん、もう 50g の S シャフトしてたから、うん、武井さん飛ばすじゃん、はい、力入っちゃうじゃん、うん、だから全部右に吹けてさ、うん、そうですね、そう言ってたんだけど、まあ今はそうベンタスっていうね、うん、まあ今大体流行ってるんだけど、フジクラの 6X です。 6X、 はい、その前は、その前は松山英樹くんが使ってる 8XT、うん、8XT、 はい、それを使ってましたけど、鉄パイプみたいなね、うん、鉄パイプみたいな、あれは僕はもう全然触れないですね。あ、もうしなるなんてないですもんね。まあしならないかもしれないね、はい、うん、でもまああれが夏だったらいいんだけどね。まあ僕はもう今そこまで力入れて飛ばさないので、まあだからここね、あの去年の途中ぐらいからそんな感じですもんね、うん、そうだ ね、まあ、だからベンタスの 6X という形で、はい、やってると。いいですか、はい、3番ウッド3、5で、うん、ユーティリティの4と、うん、ユーティリティの25度を入れてるの、うん、はい、ちょっとこだわりでね、うん、まあこれはバルドというね、バルド、まあ、地クラブです、うん、はい、これの3番ウッド、まあ、これ純正、ちょっとシャフトは、うん、これは 60g かな、うん、フジクラね、う
の S、うん、これでもあんまり使う場面って少ないですよね。まあそうです ね、まあだからそうフルピーたちと回るとさ、結局レギュラーティーからしかやらないから、うん、まあだから結局ロングって言ったって、うん、もう200あと50ぐらいとかでしょ、うん、そうなんですよ。だからそしたら5番ウッドで5番ウッドで、ね、飛んじゃうので。そうなんですよね。これはジョーさんバシンと当たったらどんくらい飛ぶんですか。280、70から80 俺のドライバーエール飛ぶな。いや、そりゃそうでしょ、だってフルピーのだって、俺、うん、多分7番アイアンで越せるね。ひどい。まあでも確かに弾ける的にはそうなんですよね。そうアイアン。アイアンね。アイアンはこれです。ほんま。ほんまなんですよね、はい、ジョーさんは。ほんま。あの、まあ、ジャスティン・ローズモデルというね、うん、のが、まあ本当にマッスルバックという、こう薄い、ね、こういうのが好きで。軟鉄もう軟鉄柔らかい、すごいこう打感がいいというね、うんうん、だから本間か水野かって言われてるんでね、すごく打感がいいというね、まあそういうのを使って、マッスルバックなのね。そう、だからこうやっぱりもうこれで練習しなさいって言われたの、うん、まだ俺が、80代いかないぐらいの時に、うん、もうこれをやんなさいと、うん、でこれで打てるようになったらいいよって言って、ちっちゃいのすっごいね、うん、これもちっちゃいんですよ。で芯に本当当たらないと飛ばないっていうね。そう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 。これあのゴルフを知らない人はあれなんですけど、スイートスポットも、そうすごい1円玉ぐらいのとこしかないんですよ、うん、マッスルバックって。そうですね。僕のが使ってるのとこはもう500円玉もしくはもう全面が、うん、まあ、あどこ当たっても飛ぶって感じになってるんですけど、うん、まあ、シャフトもダイナピーゴールド、まあ、本当は X100 使ってたんだけど、はい、ちょっと一回差し替えて、うん、S200 という形でね、うん、普通の感じにしました。グリップはカデロっていうね。ああカデロね、ちょっとこういう柔らかいのが好きだ、ね、柔らかくてね、こう吸い付く感じなんですよね、はい、そうカデロね、まあそんな感じこだわってるな、まあ、こだわってるというかね、そう、まあウェッジはあとはこれかな、54とか58入ってるんだけど、まあこれこのマーク何ですか。これエポンっていうね。エポン、これも軸ラブです。あでこれもまあちょっとオーダーで作っていただいて、まあスピンが入ったりとかするんだけど、まあだいぶもう使いこなしちゃってからもうだいぶね溝がなくなってきてますけど、このスピンがすごいですよ。ジョーさんは最近なんかカニスピンとか言ってこうグリーン乗っけてから、まあ普通はこうバックにちょっと戻ってきたりとか止めるとかじゃないですか。今なんかちょっとピンよりこっち行ってカニスピンかけるとピーってやってピューって横行くのよ、ね、器用なんだよね本当に。だからあれはちょっとカット軌道に入れて、それでこう軽いちょっとフェードっぽくするんだけど、回転こっちに横にかけるんでね、うん、そうすると落ちた時にシューッとこう流れてくて、もうすごいよねあれは、見事だなと思って。まあ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 そうよね、うん、パター下手くそだけど、まあパター下手くそじゃないパターね、パターね、パターはねちょっとまあいろいろ変えちゃってるからね、今まあいやピン使ってます。あピン、うん、ピンのこれですね。いやいいね、はい、これパターはいろいろやってるからね。パターも何本も何本も買って、最初だってナイキの500円パター使ってね、 あれね相性がいいっつって、うん、あれも良かったんだけどね。いやだからジョーさんパターそもそも上手いのに、なんかそれ以上目指してたらなんかいろいろ変えるようになっちゃいましたよね。そう、まあ進化をやっぱりしていかないとね日々。あそういうことなんですね、うん、甘んじない、常に進化だし、このゴルフクラブっていうのはさやっぱり道具を使うスポーツじゃん。そうですね。でこれで歴史があるわけでしょ、うんね、パーシモンってさ、うん、木製の、ね、はい、あれがから始まってさ、うん、今のもう技術ってすごいから、うん、まあだから俺はさ競技とか出ないから、うん、あもう絶対嫌だからね。まあそれはあれでしょ、突き詰めちゃうんですもんね、とことんね。やるとなったら本当にじゃあそういうのでやるんだったら、うん、本当毎日とことん練習しなきゃ嫌だし、うん、納得いくまでちゃんと自分がやって初めて出るんだったらいいんだけど、うん、でもそんなの絶対に、うん、やれないし、ゴルフ嫌いになっちゃいますもんね。そしたら嫌いにはならないと思うよ。あ本当ですか。だけどやっぱりそう大会だったら上に行きたいじゃん、うん、まあまあそうですよね。だからじゃあ上になるためにしたらもうとことんやるじゃん、うん、ね、そうなるともうやっぱり分かりきってるから性格はさ、うん、だからもうね楽しいんです、楽しいでね、エンジョイゴルフ、ね、みんなね。あだからジョーさんたまにこう一緒に回ってる人で上手い人いるともう急にグッと入りますもんね。入るっていうかまあ、うん、その人につられるんだろうね、うんうん、僕らとやってるとなんかね、まあスコアはいいんだけど、もう全然あれですもんね、楽しそうじゃない。だって気使うもんそれは。気使って、まあまあいろいろね、あっち行ったよとかね、探してくれたりもしますもんね。まあまあまあ、気が利くから、そうそう本当に。でもさ、
回る人によるじゃない、うん、でも本当に楽しいもん俺はジョーさんのところだと、うん、俺は本当苦痛でしかない、うん、まあ正直ぶっちゃけもうキャディーだと思ってるから俺は俺のことだよもう俺は見つけてくれるし、な本当ね、フルーティー何番何番が欲しいのって7番お願いしますいやいやっつって、そういうやつかよ、本当に本当に持ってきてくれるからね、ジョーさん申し訳ないなと思って、カートも絶対ね、グリーンまでもういいよいいよ俺回すからとか、いやいや本当にね楽しい、一緒に回ってて今度はキャディーフィーだまあまあまあ、まあでもちょっとあのね、いろいろジョーチャンネルでもねゴルフの勝負したいなと思ってますから、まあでも結局武井さんとはドローだからね、まあまあそうですね、うんうん、まあ再戦ってね、再戦話をね、うん、武井さんにも言われたしね、うんうん、いやだからココリコの遠藤さんとかこう武井さんとやってワンアンダーで勝ってたりとか、そうだね、だから武井さんとはもうちょっと長いラウンドでやりたいね、まあそうですね、まあ、そうですね、9ホールはやりたいですね、そうだね、はい、9ホール勝負でやりたいな、うん、はい、うん、あと蛍原さんとか、ああ蛍原さんとかね、うん、まあいろんな方やられてるからね、うん、なんかちょっと「ジョーチャンネル」でもちょっとね見ていただけてればちょっと対戦募集しましょうよ、ぜひ、まあ、あの皆さん対戦募集っていうかさ、うん、結局さあなたは関係ないじゃん何も、うん、ね、まあ、でなんかさぶちのメソみたいなことを武井さんも言ってるけどさ、そう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 、結局何にもプロデューサー関係ないんだよね、いやまあだからこうね、たまやほら花柱折られた方がいいから、いや花柱って俺高くないよ、うん、花は、いやいやだけどつまんないとかいうところがもう天狗になってるから、たまにはバシンって負けてクソっつってなんかねこのままだゴルフやめちゃいそうなのよ、もうなんかずっと安定してるからね、スコアもどこのコース行ったってもう80前半かも70代で回っちゃうから、もうこれ以上続けるとなんかゴルフやめちゃいそうだから、まあだけど違いよ、俺も今年の目標あるから、ああるんですね、やっぱり60代出す、ああ60代すごいな、60代出たら俺もうゴルフやめます、いやいや、もうまだその先がある、いやいや、ないもう、うん、ない、いやだからやっぱり60代出したい、うん、まあでも出そうですよね、今ベストが、うん、パープレー、パープレー72、あと3だ、ちょっと今年は本当60代出したい、60代ね、うん、60代出たらもう本当に俺ゴルフはもう一切やめます、うん、でそれはレギュラーで出すってこと、なんかよく最近ね僕も他のチャンネル見ると野球選手とかあってレギュラーのベストスコア、バックのベストスコアとかってこうやって2つ出てたりするんですよ、まあもちろんね、バックはやっぱり長いから、はい、まあ場所にもよるんだけど、うん、でもまあバックの方が俺は絶対スコアで、そうか距離がね合ってくるからね、バックの方が、うん、そうそっか、ジョーさんとかってレギュラーの難しい感じなんだよね、逆に難しいんですよ本当に、そうですね、そう、あだから200キャリーで200やっぱり50、60のところがやっぱりすごく狭くなったりとか、うんうん、確かにそう、やっぱりちょっとそこ池があったりとかさ、うんうんうん、するじゃない、そう普通の人は行かないとこまで行くからね、そうだからキャリーで行くってなかなか難しいからね、そう、まあまあちょっとね、あの対戦をぜひ募集していきましょう、いや募集はしなくていいんだけど、いやいやなんか、まあ、一緒にぜひねゴルフを楽しんでやれる方が、はい、ね、もしいらっしゃったら、はい、ぜひね楽しんでやれたらなと、はい、ぜひ思います、じゃあ今日はゲストにね来ていただいたゴルフバックさんとクラブさんどうもありがとうございました、今日はなんで俺の顔見んの、いやいやいや、ね、今日ね、じゃあ最後締めてください、じゃあ、はい、じゃあ、60代出すぞということで、ね、今年中、今年中に出して、はい、言いましたね、今年中、じゃあちょっと密着していきましょう、60代出すようにね、密着はしなくていいでしょ、このチャンネルで別にさ、まあまあ、まあそうですけど、ね、楽しんでやれる、まあまあ結果はね、年末にまた60代出たのかどうかっていう報告を、まあ中間で夏だね、夏にちょっとどれくらいかとか、毎年ね、春ぐらいにね、ベストスコア出すのよ、ちょうど今時期ぐらい出すんだよね、そうだね、うん、なんで、もしかしたら出ちゃうかもしれない、もう出ちゃったらもうやめるかな、本当にね。まあやめたらやめたらね、チャンネルでやってもらいますって、それではまた、もうそれではまた、ええだって最後までご視聴いただきありがとうございました、チャンネル登録よろしくお願いします。